皆様の功績とともに私どもの方が見ているポイントとしましては、周囲の方との関係性やその人に対するリスペクトがあるかというポイントになります。もしインタビューの中で、言葉遣いや呼び方などがどちらかというと失礼にあたる内容だったり気分を害するようなものを使われているケースがある場合には入社後も同じようなことが起きるのではないかということを心配するのでそういった点は、特に注意をして見ているような状況になります。